トヨタは今、環境に優しい車づくりを目指してエコプロジェクトに取り組んでいます。省エネルギー、低排出ガス、リサイクル、こうしたテーマへの様々なアプローチの中からとてもユニークな車が生まれました。電気とガソリンの力を合わせて走るハイブリッドカー、プリウス。21世紀に間に合いました。プリウスのコンセプトは環境に優しいハイブリッドシステム、未来志向のアーティスティックデザイン、人に優しいヒューマンパッケージ、この3つのコンセプトを大きな柱としてプリウスは開発されました。第一のコンセプト、環境に優しいハイブリッドシステム。プリウスに採用したトヨタハイブリッドシステムは、電気とガソリンのメリットを最大限に生かして、画期的な低燃費と低排出ガス、そして今までにない滑らかな加速を実現する最新のテクノロジーです。ハイブリッドシステムは 1.5 リッター専用ガソリンエンジンとモーター、発電機、動力分割機構を内蔵するハイブリッド用トランスミッション、高出力のニッケル水素バッテリー、インバーター、回生ブレーキなどから構成されます。それではハイブリッドシステムの基本的な動作モードをご説明します。始動時イグニッションスタートするとエンジンがかかり、暖気した後自動的に一旦停止します。メーター内のレディーマークが点灯すれば走行可能です。エンジンの効率が悪い発進や低速走行時にはモーターだけで走ります。後退もモーターを逆転して走行します。通常走行時にはエンジンの動力を2経路に分け、車輪を直接駆動するほか、発電機で発生させた電力でモーターも車輪を駆動します。全開加速時にはバッテリーの電力も使ってモーターの駆動力をさらに上げることで力強く滑らかな加速を実現します。減速及び制動時には車輪がモーターを発電機として駆動させ回生発電を行い、バッテリーに充電します。車両が停止すると自動的にエンジンも停止します。ハイブリッドシステムは走行中自動的にバッテリーを充電するため、外部からの充電は必要ありません。また必要な時だけ効率よくエンジンを使用するため、アイドリングは原則的に不要となり、燃料を無駄に消費しません。そのため従来のガソリン車や電気自動車に比べて航続距離が長くなっています。さらにモーターとエンジンで力強く滑らかな加速を実現するなど、さまざまなメリットを備えています。第2のコンセプト、アーティスティックデザイン。それは21世紀の車の方向性を示す新しいビジョンの提案です。人間工学的なレイアウトとアート感覚の造形がベストアレンジされた室内空間、運転中の視線移動が小さく見やすい位置にレイアウトされたセンターメーター、マルチディスプレイにはハイブリッドシステムのエネルギーモニター画面や燃費画面のほか、各種ウォーニングやオーディオの情報が表示されます。オートエアコンには花粉などを除去するクリーンエアフィルターを採用しています。またリアヒーターダクトでリア席の空調機能を高めています。シフトレバーの配置にも工夫し、フロントシートはサイドウォークスルーを実現しました。シートは安定感と座り心地に優れた新世代シートを採用、クッションとシートバッグが一体で動くシートリフターによってさまざまな体型の方に心地よくフィットします。このシートは万一の衝突時に備え、新しく考えたウィルコンセプトを取り入れたシート構造を採用しています。人と荷物が快適に移動できるように設けられたさまざまな収納スペース、
プリウスのスタイリングには、この車の発想、価値観が一つの線、一つの面の中にまで大切に表現されています。かつてない進化を遂げたセダンにふさわしいシルエット、そのみずみずしい美しさこそアーティスティックデザインのエッセンスなのです。第3のコンセプト、ヒューマンパッケージ。プリウスのパッケージは人を最優先に考えたものです。大きく伸ばしたロングホイールベースと高い前高によるビッグキャビンは、外観からは想像できないほどのゆとりにあふれ、大人4人がゆったりと座れます。開放感をもたらすヘッドクリアランス、乗降性を考えて設定された高いヒップポイント、自然な運転姿勢、アイポイントが高く視界はとても良好です。一方、フロントとリアのオーバーハングを小さくすることで車両の全長を短くまとめました。さらに車両パッケージとサスペンションの工夫により、ロングホイールベースでありながら最小回転半径は 4.7m、 取り回しの良さも抜群です。プリウスセーフティー、それは先進性を語る大前提です。安全運転を支えるサスペンション、フロントは新設計の L アームマクファーソンストラット式、リアはトーコントロールリンク付きトーションビーム式を採用した新開発のイータビームサスペンションです。高い操縦性、安定性と乗り心地を両立させたほか、ロードノイズも低減し、快適な運転環境を作り出します。さらにABS をはじめとする予防安全性の高さ、万一の事故に備えて同クラスで世界トップレベルの衝突安全ボディ GOA を採用、もちろんデュアル SRS エアバッグも標準装備、前面衝突の際高速効果を高めるプリテンショナー機構と、胸部への障害を低減するフォースリミッターをフロントシートベルトに採用。リアシートには全ての席にチャイルドシート固定機構付き3点式シートベルトを採用しています。さらにオプションとしてリアシート組み込み式チャイルドシートを設定しています。プリウスエコロジー、環境への取り組みはハイブリッドシステムだけではありません。例えばUV カットグリーンガラスや断熱材などを使用した断熱ボディとすることで、エアコンの消費動力を低減しました。エアコンも外気を上層部だけで取り入れる内外気2層式のオートエアコンを採用し、換気に伴うエネルギーロスを少なくしています。軽量でエネルギー消費の小さな電動パワーステアリングの採用、さらに低燃費タイヤを新開発、アルミホイールと樹脂カバーを組み合わせ、デザインと軽量化の両立を実現。プリウスはリサイクル性の高い様々な素材を選んでいます。車は石油を燃やすことでこの100年間走り続けてきました。しかしその量は限られています。そこで新しいコンセプトでエネルギーを活用するクリーンで環境に優しい車の登場を地球はずっと待っていたのです。明日のために、次の世代のために、ハイブリッドカープリウス誕生。